1941年5月27日、ドイツの戦艦ビスマルクは激しい銃撃戦の後沈没。2200人の乗組員のうち118人だけが生き残りました。しかし、イギリスの駆逐艦が捕虜を捕捉するとき、思いがけない生存者を発見しました。それは板にしがみついている白黒の猫でした。その後数ヶ月間この猫はネズミを狩り、イギリス軍の士気を高めました。しかし、突然の魚雷攻撃が船体を粉砕し、船を沈めてしまいます。奇跡的に白黒の猫は生き残りました。不沈のサムと名付けられた猫は、救助された乗組員と共にジブラルタルに行き、さらに3隻の船で船乗り猫として使えましたが、そのうち1隻が沈没し、ベルファストにある船乗りの宿舎で引退しました。人は猫のことを役に立つ船乗りだとか、協力的な仲間とは思わないでしょう。しかし、猫たちは何千年も前から人間と協力してきており、互いに助け合う関係にありました。ではなぜ孤独を好むこの生き物は、野生の捕食者から海軍士官、そしてソファーの相棒となったのでしょうか。現代の飼い猫が家畜化されたのは、新石器時代の始まりにあたる1万年以上前の肥沃な未可月地帯に遡ることができます。当時の人々は自然を意のままにして、農民が食べられるよりもはるかに多く食物を生産する方法を学んでいました。新石器時代の農民は余分な穀物を大きな穴や粘土製の短いサイロに貯蔵しました。しかし貯蔵された食物は多くの齧歯類を引きつけ、同時にその捕食者であるアフリカヤマネコも引き寄せます。北アフリカと南西アジアで見られたヤマネコです。これらの野生猫たちは俊敏で獰猛な肉食性のハンターでした。大きさや外観は現代の飼い猫ととても似ていました。主な違いは古代の野生猫はより筋肉質で毛皮は縞模様、そして他の猫や人間には社交的ではなかったことです。齧歯類によって荒らされた穀物層は豊富な獲物を狙う、普段は孤独な野生猫を引き寄せました。野生猫は食事中に人間や他の猫がいることを容認することを学び、農民も同様に無料の害虫駆除と引き換えに猫を容認したと考えられています。関係はとても有益なものとなったので、猫はアナトリアからヨーロッパと地中海に新石器時代の農家と共に移住しました。ネズミは航海中の害悪で食料を盗み、ロープを噛み切るので、猫はずっと昔から航海における不可欠な同伴者となりました。アナトリアの猫が世界を巡る航海へと旅立ったのとほぼ同じ頃、エジプトの人々も地元の猫を飼いならしていました。有毒な蛇と鳥やネズミを狩るエジプトの猫は崇拝の対象となり、飼い猫は宗教文化にとって重要な存在となりました。猫はフレスコ画や象形文字、彫像として生き続け、さらには飼い主と共にミイラになり、墓に収まりました。エジプトの船乗り猫は有毒な川蛇を入り江に留め、ナイル川の巡航にお供しました。より大型の船が登場してくると、猫たちも港から港へ移動し始めました。ローマ帝国時代にインドとエジプト間を航行する船は中央アジア産のステップヤマネコの系統となる種を運んでいました。数世紀後の中世にエジプト猫はバイキングの船に乗ってバルト海まで航海しました。近東と北アフリカの野生猫はおそらくこの時に飼いならされ、ヨーロッパ横断を続け、最終的にオーストラリアとアメリカに向けて航海を始めました。現在多くの飼い猫は近東かエジプト産アフリカヤマネコの系統を引き継いでいますが、現代の猫のゲノムと毛皮のパターンを詳しく分析すると、何世紀にもわたって選抜育種を経てきた犬とは違い、現代の猫は遺伝的に古代の猫と非常によく似ていることがわかります。そして猫をより社交的で御しやすくすること以外は、人は猫の天性的な行動をほとんど変えてきませんでした。言い換えれば、現代の猫は昔のままの獰猛なハンターであり、人間を顧みない野生動物なのです。長い歴史から考えれば、多かれ少なかれ、この考えは正しいかもしれませんね。量子力学の世界のかっこいい猫。この動画で猫の世界を探っていきましょう。学びを続けたいという人は、ぜひチャンネル登録を。